21日の秋田方市議会で市長の YouTube 番組出演は公務か否か、旅費は請求しないのかと山本和弘市議が延々と質問を繰り返し、課長や市長が説明してもよくわからないを繰り返す不毛な議論が繰り広げられました。市長に伺いたいんですが、特別職員の旅費の件なんですが、今の番組名ははっきり覚えてませんが、 YouTube への出演を去年されておりますよね。それの出演にあたって旅費を請求されて、出演をされてるんですけど、果たしてその旅費を受けてですね、その番組に出るだけのものがあったのかどうか、そこらのところ私は理解できるんです。機会があったら市長に聞こうと思ったんですが、その点を お伺いしたいと思います。山本和弘議員にお尋ねしますが、庶務的な事務の手続きの説明の求めでよろしいですね。市長に聞くんですか。それは市長に聞かなくても説明に尋ねることはと思いますが、はい、説明できますでしょうか。委員長。はい、北森課長。まず公務の考えなんですけれども、いろんなところからそういった取材であるとか出演依頼というものをいただいておりますけれども、それについては市の秘書広報課の方へご依頼をいただいて、秘書広報課の方で、そちらの方へ出演するかどうかは市長へも確認した上で判断をしております。でそうした手続きを踏んだものにつきましては公務として整理をさせていただいて、で公務で行く以上は旅費等についても市の方で負担をして払うというような流れでさせていただいているところです。以上です。はい、山本和弘委員。ちょっと今の説明ではっきり分からんところなんですけど、今の特別職がその要請に伴って出張するかしないか、公務か公務でないかの判断は秘書広報課でするということでいいんですか。はい、北森課長。公務か公務でないかの判断につきましては、一定の手順を踏んでいただきましたら公務と判断をします。それは秘書広報課の方でします。ただその依頼に対してお答えするかどうかについては、これはまた他の公務との関係もありますし、それをお受けできるかどうかという市長であったり副市長であったりというそこの判断も入ってくると思っております。以上です。はい、山本和弘委員。一定の手順のところが分からんのですが。はい、北森課長。はい、先ほども申しましたように、まずは市の方に直接依頼をいただいて、その依頼内容の方を明示をしていただくというところで、まずはそれを受付をさせていただきます。で、そのものを、組織の中において共有をさせていただいて、で、その内容に応じて出席をするかどうかということについては内部で、協議の上判断して返事をさせていただくという一定の流れということです。以上です。以上。はい、山本和弘委員。どうも根幹になるところが雲に隠れたような話になるんで、内部で共有してという意味も分かりませんし、私一番思うのは、市長宛てに案内が来とったら市長どうされますかいうのが普通だろう思うんですね。で市長がこれ行くよと言われたら、公務で行かれますか、それとも自費で行かれますか、いやこれは自分の関係で行くんだから
この招待があっても公務じゃなくて自分で行くよと言うたりですね、うん、これ公務にしとってくれというのが、普通一般のあり方じゃろう思うんです。それを今内部で共有していいな、じゃあ副市長やら総務部長やら、担当課長、秘書広報課の課長ですね、で、場合によっては総務課長も含めてで、協議をして市長さんこれは公務で行かれるべきですよと進言して、やられるのか、その辺をちょっと明らかにしてください。はい、石丸市長。聞くに耐えないんですが、世の中の一般などというのを平気で誤った認識なのにもかかわらず言わないようにしてください。先ほど課長が説明しましたよ、市役所に市長宛てで出演依頼が来たんだと。そこからがもう公務ですよ、入り口が。私に個人宛てに来たんじゃないんですから。なので市の担当部署として職広報課としてそれを処理していくという説明をしてるじゃないですか。それが全てです。委員長。はい、山本和弘委員。今ので余計分からないのです。市長の考えは抜いて以下誰が協議しようのか分かりませんけど、市長さん依頼がありました、行ってください、それが普通です言うて言うたような気がするんですけど、そうじゃないと思うんですよね。まあ今これを質問させてもらえるのは、市長が出られる番組でも公務で行かれた場合と自費で行かれる場合と私はあると思うんです。じゃあ決めるのは市長広報課が決めて市長に行ってくださいと、こうなっとるんじゃ言うて今答弁されたような気がするんですけど、それはちょっと間違いじゃないかなと。何でもかんでもじゃあ市長行ってください言われたら行くんかいうことになるじゃないかというふうに思うんです。そこらのとこをこの決算にあたってはっきりしていただきたいと思うんですが、はい、まずあの質問認めますか。間違いないと思いますよ。だから共有していくのかと。石丸市長、はい、委員長も認識がないようなのでもう一遍改めて言いますが、よろしいですか。個人的に受けてるものだったら私が勝手に行きますよ。市役所が受けてるんですから、受けるにせよ受けないにせよ市役所に来た時点でそれ公務です。私宛に来た依頼ではなくて秋田方市長宛に来た依頼なんですから、その時点で公務始まりますよ。ルートとしては最終的な受ける受けないは今課長が述べた通り、いろいろな私のそれこそスケジュール等ですね勘案をして可否はありますが、ここで受け付けた時点で公務です。これに限らずです。何か何とか町の祭りの挨拶のイベントあって私あっちに来てるわけじゃないんですよ。市長宛に来てるから受け付けてスケジュールを見て行くか行かないか判断してるんです。よってこちらの説明が正しくて山本議員の認識は間違っています。はい、山本和弘委員。私は全く間違いを取らんと思いますね。市長の判断で出席するかせんかが最終判断じゃろうね。で今市長が言われるのは文書が来て市長案内来てください言ったら自分のスケジュールを見て会い取ったら市長候補から来てますよ行ってくださいと、スケジュールが会い取りゃ行きますと、その時点で公務だと言われるんでは、私は市長の倫理観に関わるような出張があると思いますけど。委員長、あれを申し失礼ですね。私の人間性の否定ここに否定しんですか。全然否定してないじゃない。人間性の否定ではない。いや、倫理観としてほしい。倫理観が必要じゃない。倫理観は人間性に含まれないですか。倫理観はでも、ちょっと資料を慎んでください。いや、じゃあ、委員長、議事進行で申し上げてるんです。今のは、副
発言、不適当な発言だよ。いや、今の市長も、あの委員長に対して発言を、うん、求めてないじゃないですか。だから今の発言というか、委員長の議事進行に対して物言いをしてます。はい、だから今は私が進行しますから。ではお願いします。はい、ちょっと戻る。山本和弘委員が、あの明確に質疑をしっかりしていただきたいということと、それと全て、まあ、市長の、うん、市長名宛てに出演依頼と、出演依頼などものが来るわけですよ。そこら辺を整理していただいて、簡単簡潔に質疑をしていただければと思います。委員長。はい、山本和弘委員、出張の是非ですね、出張のです、これは出張すべきか、出張すべきで公務で出張すべきか、出張すべきでないかというものが含まれていると思う。その可否の判断はどのように決めとるんかいのが最初の質問だったんです。答えは内部で協議しながら決めていくような内容だったと思いますけど、その内部で決めていく中身は誰らが協議して決めていかれるんかいうことを質問しとったんです。その回答はないんです。先ほども市長も言われた通り、すべて公務であると、宛先は市長の名で来るわけです。後の出るか出ないか、行くか行かないか、その辺は内部で共有して選択をするということを明確に答弁されていると思いますが、それで、はい、よろしいでしょうか。はい、間違いありません。はい、それで引き続きまだありますか。はい、テレビ局への出演依頼だったんですが、自分が考えるのは あくまで東京までなんで、そのテレビ局の方からですね、旅費やら経費を払うべきじゃないかというのが、まあ、自分ではあるんですけど、自費で来てくださいいう状況だったんでしょうか。はい、北森課長。はい、具体的に自費で来てくださいというような直接的なお話はありませんでしたけれども、あの旅費についての言及がありませんでしたので、こちらの方で旅費を出してくださいというようなところまでは請求をしておりません。ですので、こちらの公費として出張として取り扱いをさせていただいております。以上です。はい、山本和弘委員。全てにわたって相手にですね、そういう問い合わせはしないんでしょうか。はい、北森課長。さまざまな出席依頼等が来ますけれども、こちらの方から相手方の方に旅費を持ってくださいとかいうようなことはしておりません。ただ相手側の方から今回についてはこちらの方で旅費の方を出させていただきますということがあれば、当然市の方から公費で支出をすることはありませんので、二重での支給ということはありません。以上です。はい、山本和弘委員。再度お伺いするんですけど、広島県内とかいうところはすぐ行ったり来たりできるんですよね。大阪とか東京とか名古屋とか北海道とか出てくださいいうのがあったらですね、そこらは旅費の方はどうなるんでしょうかいうのも全く聞かんいうことですか。遠方になった場合、それだけ返答ください。はい、北森課長。はい、こちらの方からそこをあえて確認することはしておりません。以上です。結論から言うと、山本市議は理解する気もなければ理解する能力がないのではないでしょうか。
話が抽象的で具体性に欠ける傾向にあり、質問の趣旨も要点がはっきりしていません。市長の旅費を問題にする前に、自分の歳費が無駄になっていないか考えていただきたいものです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。